1981年フランス大統領選挙は、フランス共和国の国家元首である大統領を選出するために行われた選挙で、1981年4月26日と5月10日に投票が行われた。大統領の任期7年が満了したことに伴って実施された選挙である。5月10日に行われた決選投票の結果、社会党、 第一初期のフランソワ・ミッテランがジスカール・デスタンを破って当選した。この結果、1958年にシャルル・ド・ゴール将軍によって発足した第五共和制の下でジョルジュ・ポンピドゥー、ジスカール・デスタンと3代にわたって続いた保守政権にピリオドが打たれることとなった。第一回投票において有効投票の過半数を得た候補がいた場合は、その候補が当選。 いない場合は、上位2候補が2週間後に行われる決選投票に進む。決選投票は、第1回投票における上位2候補で争われ、最多得票を得た候補が当選。大統領選挙に立候補したのは、以下の10名である。前回選挙で、共産党は、社会党とともに、ミッテラン候補を擁立したが、78年に、社協共闘が破綻したことで今回、 独自候補を擁立した。4月26日に行われた第1回投票では、ジスカールデスタン候補が、得票率28.32%で首位に立ち、ミッテラン候補は25.85%で2位、シラク候補が18%、共産党のマルシェ初期長が15.33%と、続いた。このためジスカールデスタン候補とミッテラン候補が、 当初の予想通り決選投票に進出し、5月10日の決選投票において、ミッテラン候補がおよそ100万票余りの差をつけて当選を果たした。ミッテラン候補の勝因としては、ジスカールデスタン大統領のスキャンダル、インフレ対策と失業対策の失敗で国民から強い反発を受けていたことなどが挙げられる。 また共産党候補の得票はこれまで20%台を維持してきたが、1979年のソ連軍によるアフガン侵攻に対して支持を表明するなど、新ソ路線を強めたことに対する反発が影響し、本選挙では15%台に落ち込んだ。大統領選挙に勝利したミッテランは5月21日、正式に大統領に就任した。そしてピエール・モーロワを首相に任命し、 翌日、盲路は内閣が発足した。新内閣の発足に続く5月23日には国民議会が解散され、6月14日と21日にそれぞれ第1回投票と決選投票が行われた。ありがとうございます。